もう、わかっただろう月島玉城はライオネス製薬に動かされているその固定観念を利用されたと言っている目標に身近なものをスパイとして取り込む諜報作戦の基本だ。 無理に働く必要もなくなると書いてあっただろうそらく月島の家の状況を把握した上で大金を積んでいる奏島の伝説でも金は人の心を狂わせた島と陸の民も金塊の噂で簡単に仲違いしただから月島も。 いや、私こそ少し言葉が過ぎた謝らないでくれ私だってお前と月島の関係は知っている。 なのに結論を急ぎすぎたようだどうしたんだろうなんか暇だなここかなあっ これだ。ちゃんとあったんだえっあうん月島を試すごごめんね 手に引き出しを。え